power of dreams.アクセルをひとたび踏むと、おお、ものすごいパフォーマンスがありますね。 3.5 リッター V6 エンジンですが、実際ハイブリッドでモーターの出力が合算されるので 4.5 リッターぐらいの V8 エンジンの出力になりますね。150キロという高いスピードで急ハンドル切ったりしても全く破綻しないですね。なんか路面に本当に磁石で吸い付いてるような感じ。もうこうなったらバンク一番内側ちょっと横G出しながら、おお、かなり横G が出てますね。でも本当にピターンとこう一定の打角で何のストレスもなくスムースにコーナリングしてますね。まあ、この辺はスポーツハイブリッド SHAWD の効果がかなり出てるのかなっていう感じがしますね。さあ、それではレジェンドに搭載されましたスポーツハイブリッド SHAWD のハンドリングテストをしてみましょう。もう今までだと電子制御でこうエンジンの出力を抑えにかかるんですけども、これはリアのモーターで外輪内外輪でトルクの差をつけてハンドリングをアシストしてますね。4つのタイヤの駆動力配分がものすごく瞬時にドライバーの意思を感じながら、まるでこう生き物のようにですね、僕の気持ちを汲み取ってくれてますね。おアクセル踏んでもフロントが出ない。うわー、これは面白い。さあ、このレジェンドのスポーツハイブリッド SHAWD がこのワインディングでどんな走りをするのか、楽しみですね。非常にリニアに、素直に車が動きます。この大きな、ボディを持ったレジェンドとはちょっと思えないぐらい、軽快に思い通りに走れますね。さて、タイトなコーナーが出てきましたね。ちょっとハンドルも90度ぐらいまで回すようになりました。ヘッドアップディスプレイの中には車速とその隣に、SHAWD の、4つのタイヤの駆動力がどういうふうに配分されているのかっていうのが出てきますね。ちょっと攻めますよ。おー見事に SHAWD が後ろのタイヤの外側が増速してトルクを出して内側でちょっと引いてアシストしてる感じが分かりますね。知らないうちに高い限界性能が出てますから、ドライバーはこの高いポテンシャルの持った性能を、常時使い切るのではなくて余裕として持っておくというのが、このレジェンドドライバーに求められる、資質じゃないかなと思いますね。さて、ここでちょっとスポーツモードのスイッチを、はい、押します。スポーツモードでこのパドルでちょっと遊んでみましょうね。思わず声が漏れるぐらい結構楽しいですね。考えてみたら、今世界にあるハイブリッドの中で肉食系でアドレナリンが出るハイブリッドってあんまりなかったんですけど、このレジェンドのスポーツハイブリッドは、デュアルクラッチのトランスミッションということもあって、なんか本当にアドレナリンがバシバシ出ますね。それにしてももう NSX とスピード変わんないな。この辺の一見たたずまいは、保守的なビッグサルーンに見えますが、中身はもう本当に狼そのものですね。お、この凸凹道でもサスペンションがこう、見事に吸収してますね。で、全然破綻する感じがないし、
でハンドル切ればキュッとこうイン側に向くし、なんかサスペンションが強靭な感じがしますね。ボディやサスの基本性能の高さ、それがあるからこそこのハイテクが生かされてるんだなっていうことをひしひしと感じます。まあホンダはこの高級車のレジェンド作ってもこういう、スポーツカーの DNA をこう色濃く技術でエッジちゃうんですね。この辺がやっぱり他の自動車メーカーと違ってやっぱホンダなんだなって感じがします。